制限時間いっぱいです。幕内前半最後の相撲です。踏み込んだ左上手、あ強い。これはもう大関時代の相撲です。これもうね、左取られちゃったらどうしようもないですもんね。高橋力をかけました。高安の勝ちです。もともと強い力士なんで、こういう相撲を取ってもびっくりです。の海です。高安がついていく、回り込む佐田の海、出る高安、落ち着いて、そうですね、もうすごいいいとこだらけでしたね。どうしました。先場所優勝争いを演じた琴勝峰か。レッドの締めくくり、右に回った琴勝峰、ここで押していくかいかないか、引き寄せていく、まだ土俵中央、琴勝峰前に出た、引いた琴勝峰、2回も3回も行ってますから、しつこく行きましたね。この右です、そこをね、もう下からもう押してまくって、手で行った高安、下から行く裏、突き合い、突き合いの展開、張って押す裏、捉えて足にすっぽ抜かれちゃった感じですね。でちょっとこう動揺したんですよね、裏が。そこをすかさずいなした。さあ時間になりました。5連勝の高安、今日の相撲はもろ手でいきます。一山本捕まえに行く、押して出ていきました。高安捕まえに行きます、四つになりました。一山本四つになって上手を下がりますが、すくい投げ、高安勝って6連勝じゃないですか。でこの高安的にも、打ち上げに行きました。突き落とし、勝ったのに、うん、このね、緑富士のこの左の、今日は6番ありました。その最後がこの1番です。立ち上げ、もろ差しになった、出てくる平戸海、高安持ちこたえた、8回に一度離れた、もう一度中に入っていく平戸海、左四つになりました。高安もその左四つは得意にしています。巻き替えて平戸海出る、中に入った、突き出し、ね、この平戸海のお腹も大きいですからね、ここでうまくね前に出れましたけども、足が出てましたよね。あ、そうですね。さあ碧山戦です。時間いっぱい、左から入ってきました。今日はかち上げではなく出ていきましたが、でしたね、あの青山さんはもう多分、はい、右からかち上げてくるもんだと思ってた。高安に挑戦、手押して、今度は捉える、高安下からちょっと、ここで叩いてしまった、叩いてしまった、ここか呼び込んでしまう。大栄翔、高安、玉次郎が合わせます。お、激しいった高安、大栄翔はつけない、うん、高安が出ていく、高安攻勢、残す大栄翔、回り込む、今度は大栄翔が押していく、大栄翔押し出し、一割高安ですね。そうですよね、もう俵に足がかかっての逆襲です。踏み込んだのは錦織、右を引きながら上手を引いたのは高安、左四つです、前に出る錦織、引いてしまった。ご観覧のお客様にお願いします。ここから最後引いて前を測り合います。千代翔馬高安戦、声を出しながら高安が前に行った。最後は両者ともに同時に強く当たって前に出ていきました。左
左のまわしを取った高安、そのまま千代翔馬は土俵の立ち合い、高安の圧力、押し出し、一気のちょっと中盤から失速しました、高安です。当たりやすい力士に対しては本当に高安ね、しかし中に入って豊昇龍、浅いもろ差しから右四つに変わりました。上手投げ、振り回しました高安。回し取れなかったらどうしようもないですし、高安が左の上手取ってますんでね、はい、あれで十分ですよね。20秒37という相撲で、高安も豊昇龍も10勝5敗でこの春場所。